告が衝撃的すぎて神回の気配を感じている視聴者の反応まとめ。それではどうぞ。いいところで終わったな。この人が碁石に見えてるのは羅漢は物理的にこう見えてるってことなのかな。めちゃくちゃ盛り上がってきたところで終わっちゃって変な声出た。次回これいよいよ羅漢という男の謎がわかる感じじゃない。うわぁ、ここで AD か。相変わらず天才すぎる構成だ。思わずうわって叫んじゃった。字も見たくなる。この構成たまらない。大好き、愛してる。次回予告で映ってた将棋みたいなやつ、最後の人士様とガオシュンの顔の駒はこれなのかな。予告の将棋もドキの駒にしとそうあったけど、将棋みたいに各々の駒に意味があったりするんだろうな。マオマオが一泡吹かせてやるって言ってたけど、もしかしてこの将棋みたいなので対決する感じ。次回デュエルスタンバイ。対決するなら囲碁なのかと思ってた。急にわからん競技出てきたよ。あえて囲碁じゃないもので勝負してるのかな。てかそもそもマオマオは囲碁できるんだっけ。まさか羅漢と対面するとは。次回も前のサブリミナル顔みたいな表情になっちゃわないか心配だ。マオマオあんな怖い顔で会うことを嫌がってたのに自ら会いに行って、よほど賞賛があるんだろうな。来週はどうやらマオマオと羅漢が将棋で直接対決するみたいですね。一泡吹かせるとはこの対決に勝つ秘策があるということ。次回は羅漢と直接頭脳戦か。でも羅漢って有能な軍師なんでしょ。いくらマオマオでも難しそう。予告見た感じ親子で対決してたよね。うわぁ、来週楽しみだ。予告でマオマオが持ってた液体の入った瓶は何だろう。今まで伏線だらけすぎてわかんない。マオマオこれ、毒です。マオマオさん意外とパパと普通におしゃべりしてる。想像してたより険悪な仲ではないのかな。次回予告、なんかロシアンルーレットみたいなことしてなかった。マオマオがやるとシャレにならないぞ。まさか一泡吹かすって、本気で毒盛る気じゃないだろうな。マオマオ、マオマオの企みがわかんない。何か策を講じてるんだろうけど、なんだろう。どれにしようかな。じゃねえよ、ロシアンルーレットは頭脳戦と言えるのか。次回予告のマオマオを前にしてるっぽい羅漢の顔がすごく優しそうだった。あんなに嫌なやつなのに優しいパパに見えてしまった。濃淡映ってたし中身お酒よね。マジで来週何をする気なんだろう。マオマオの前でお酒をちらつかせちゃいけません。マオマオの弱点なんだから。羅漢め、さてはマオマオのことを熟知しているな。さすが変人軍師であり変態親父だな。羅漢っていつもお酒持ってるよね。お酒好きはお父さん譲りなのね。そういえば以前も間接的にマオマオにお酒あげてたっけ。お酒に目がないマオマオの性格をよくご存知。なんか次回予告で人士様が一瞬すごく驚かれていた。めっちゃ気になる。次回の人士様の心理描写どんな感じなんだろう。大好きなマオマオとパパが対峙しちゃうなんて。マオマオのこととなるといちいちオーバーリアクションになりがちな人士様。次回はさすがに面白リアクションするような展開ではないだろうな。次回予告、羅漢が囲碁打って笑ってた描写は過去の回想っぽい。一番気になるとこじゃん。やっべーやっべー。次回、羅漢とマオマオママの過去のお話やる感じ。多分重いお話だよね。予告の羅漢ちょっと若かったし、ついに過去の話掘り下げるんか。離れの女性と羅漢の関係がいよいよ見れるのかな。ヤバそう。マオマオの母親と思わしき女性が喋ってたよね。言葉すら忘れてるほどなんじゃなかった。ああ、やっぱり緑召喚にいた女性も出るんだ。マジか。これは確信に迫ってるという認識であってますよね。これひょっとして次回の放送はかなり覚悟してみた方がいいんじゃない。あれ、てか離れにいた女の人ってマオマオのお母さんで確定してたっけ。そのあたりも次回なのかな。マオマオママとか羅漢の話謎が多すぎるんだけど、次回だけじゃさすがに回収しきれないよね。あと2話で怒涛の回収って感じか。記憶もズタズタになってるのに覚えてる囲碁と謎の歌。どんな回収を見せてくれるんだろう。次回の放送、衝撃の事実の連発になりそうな予感。来週1時間スペシャルにしてよう。マオマオが夢で見てた殺されそうになってた理由についても触れるのだろうか。マオマオのトラウマがついに明かされるのか。あの夢見た後小指見てた意味もわかるんかな。次回の薬屋はお母さんらしき女性が病気になった経緯とかも明かされるのかな。すごく重い回になりそう。以前の回で離れで看病してる描写だけでも結構ヘビーだったから、次回覚悟がいるなこれ。予告に映ってた花はさっき言ってた宝泉か。やっぱり大事な要素なんだ。マオマオ宝泉かと片髪で綺麗な赤になる言ってたっけ。次回はその花がどんな意味を持ってるかって感じなんかな。今回の青いバラも何か大事な要素なんだよね。羅漢が毎日染めてたってやつ。羅漢が毎日色水吸わせて青いバラ作ってたってことが分かったけど、その青いバラがどう絡んでくるのか気になる。
OP でもやけに強調されていた青いバラが枯れていくシーン、真相は次回かな？ふむふむ、羅漢水やりサボったな。てか今回のバラを作る過程が難しいという話も実は伏線。マオマオは温室栽培で無理やり咲かせてたけど、羅漢はさすがに花屋で買ってるかな。私もあつ森で青い装備咲かせた時は苦労したなぁ。待って次回予告出て繋いでたのマオマオのママと羅漢だよね。どうしようめっちゃ純愛だったら泣くかも。次回予告出て繋いでたじゃん。来週絶対ヤバいじゃん泣かせに来てるじゃん。羅漢は最低な奴だと思っていたけど、本当にそうなのかな。てか本気の恋じゃ。しかし羅漢は最低な方法で義女の価値を下げた罪があるからなぁ。どうあっても許されないぞ。羅漢がマオマオのお母さんを身請けするために価値を下げた。でもこの前はマオマオを身請けしようとしてた。どういうこと？人種様と言い争ってたマオマオの身請け問題もあるんだもんな。次回だけでは全部はわからなそうか。予告で出てなかったけどメイメイの件はどうなっちゃうの？まさか触れない感じ？メイメイは次回出てこないようなので、あの描写は恋心ではなかったってことでいいね。次回予告の羅漢、すごく必死に走ってたよ。でも繋いで、次回絶対ヤバそう。待ってくれー、羅漢めっちゃ一生懸命走ってたぞ。待ってよー、そんなのやめてくれよー、嫌なやつだよね。羅漢が嫌いなはずなのに、次回予告を見てから嫌えない。次回の放送で精神崩壊しちゃわないか心配だ。祭事の会でマオマオを殴ったことに激怒してた羅漢を見た時も思ったけど、羅漢って本当に悪いやつなのかな。ブチギレ羅漢のシーンで実は小煩悩っぽい一面もあったし、次回も羅漢のギャップにやられてしまいそう。羅漢は今までの事件の関係者ではあるだろうからな。人種様の敵ではあるんだろうけど悪い人なのかはわかんないな。え？特級呪物？今のって、朽ちた指？怖ぁ。なんか一瞬指みたいの映った。怖すぎ。なんでこの人そんなもん持ち歩いてんの？え、指だよね？マオマオが小指見てたのと関係ある？次回予告で指のミイラ出てきてマオマオの伏線が思い浮かんだんだけど、マオマオの指は生えてたし誰の指なの？そういえばさっきまともになったけどみたいなこと言ってた。え、違うよね？マオマオの指ではないでしょ？なぜ指だけ大切に持ってるんだ？マオマオのお母さんの指って生え揃ってたっけ？謎や。次回のタイトル宝泉家と片髪。宝泉家と片髪ってさっき出てきたやつ。マニキュアが綺麗な赤色になるやつ。妻紅の異名を持つ宝泉家と、猫足の異名を持つ片髪ってマオマオが言ってた。マオマオの猫って猫足から取ってたりするのかな。宝泉家は爪紅だから意味はわかんないな。宝泉家と片髪ってタイトルなんだね。今回の青い装備はどう絡んでくるんだろうか。マニキュアを綺麗な発色にさせるだけじゃないんだ。何か重要な要素があるんだ。うおーおーおー、この人マオマオのお母さんだよね。めちゃめちゃ綺麗じゃん。マオマオママ出たー。やっぱりめっちゃ綺麗だし、マオマオに似てる。予告の女性のシーン見返したら後ろの人がゴイシだった。つまり羅漢視点のマオマオの母親？しかしとんでもなく美しい女性だ。以前映った時も思ったけど、瞳の色は羅漢譲りの青色なんだねマオマオ。次回は羅漢とマオマオのお母さんのお話が明かされるんだ。これは神回の予感がする。楽しみすぎる。ああ、次回はついに第2クールの要と言える部分を明かしていくのね。なんかクライマックスに迫ってきて楽しみと悲しみが同時に来てる。泣いても笑っても、あと2話で終わっちゃうんだ。次回は超重要な回なんだろうな。楽しみだけど、終わっちゃうの本当にやだー。これだけは言わせて。次回は神回確定だから覚悟した方がいい。今回は以上となります。良ければ高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。